ビジュアルスタジオコードにて Python のプログラムをただいま書いてゲームを作ろうということで今進めております。当面の課題はジョイパッドで入力ができる、格闘ゲームちょっと作りたいんでね、昔からアクションゲームが好きだったもんですから、アクションゲームが作れるようにしようということでですね、こちらにあるジョイパッドの入力がまずしっかりキャプチャーできないといけないなというふうに思っております。で、効果音とかね、そういったものも流れてほしいなということで、今回 BGM と効果音再生するプログラムを仕込みました。で、ボタンの方もね、今数字が取れるようになりまして、今回ね、こちらにある青いボタン、こちらの青いボタンを押すと昇竜拳というメッセージがね、下の、ターミナルのところに表示されて、パンチの音がポコーンつって鳴るような形にこぎつけてみました。他のボタンを押すと波動拳とか同時押しだとか出てくるんですけど、そのテスト映像です。このプログラムを実行すると音楽が流れ出します。画面の方はまだ何もいじくってないんで変な文字が乗っかってますけど、これはテストです。で、ジョイパッドの方ボタンを押すと下のところに波動拳波動拳と今出てますね。そして青いボタンを押すと昇竜拳という文字とともに効果音が出ます。押しっぱなしにしても連打にならないように連打防止のプログラムを組み込んであります。ちゃんと押した回数に応じて昇竜拳がカウントされると。ちなみに両方押すと同時押しだというのが出ます。これも連打にならないようにしてある。ここまでのところが、今回ゲームを作ろう3日目で、こぎつけた内容でございます。なんとかね、年内には1本ゲームを完成させたいなと。数本いけるかもしれないけどね、このペースなら。以上です。